神転生のシリーズにおける魔界と呼ばれる世界観を、今回 UE4 の方で大規模なフィールド上で表現する。荒涼とした自然や荒廃した文明の名残、あとは神秘的なオブジェクトなどを軸として構成してきました。ピボットペインターが、自分では気に入っている機能の一つです。最初は草とか木の揺れを表現するのに使用していたのですが、先ほど言った神秘的なオブジェクトの作成にも大いに役に立ってくれました。で、そのあそこでさらにもう一個気に入っているものがあって、表面に文様が描かれているのですが、あれはバンプオフセットを使用して、一律にオフセットをかけるマスクオフセットをかけることで、マスクを重ねて階層表現のようなものを表現できたのは気に入っています。新女神転生シリーズらしいダークな雰囲気を継承しつつ、過去作にはなかったような表現で原画イラストを 3DCG で表現するということを目指しました。まずはイラスト的な表現をベースとして、アンリアルエンジンが得意としているフォトリアルな表現をプラスすることで、原生代記にふさわしいような表現というのを模索しました。こういう試行錯誤をしていく方法としてアンリアルエンジンのマテリアルというのはとても最適でした。特にその新女神転生シリーズの悪魔というのは多種多様な見た目をしているので、ちょっと専用のマテリアルというのが必要になることが珍しくなく、そういう場合でもこう柔軟にスムーズに対応できたというのが良かったです。マテリアルの機能としてマテリアルインスタンスも扱いやすかったです。親マテリアルの検索や、その親マテリアルの差し替えなどが容易にできるので、確認や調整などというのが、スムーズに行えてとても良かったです。今作の女神転生5でのイベントシーンの目標の一つに、シネマチックなカットシーンを作りたいというのがありましたので、それを実現するためにはシーケンサーは欠かせない機能だったなと思っております。で、カメラライトの調整が非常にやりやすいので、デザイナーが心ゆくまでこだわりを持った絵作りができるというところがありました。モデルの方で仕込んでもらった内部的なパラメータの部分にシーケンサー上からアクセスして、一つその修正ですとかカットに合わせた調整というのを行うことが容易にできるので、そういった点で非常に助けられるところがありました、ね。さっきも説明した通り、3DS だったので前作はなので、移行に関してはほぼ全て一新した状態です。前作から持ってきた機能は、外回りのツールぐらいで、基本的には全て一新して、新天地で、新しく女神転生作るかという感じで進めたという形になります。で、あとはスクリプト周りはだいぶというよりも全て新女神転生4で使っていたものは全て捨てた感じで、全てブループリントに移行しました。で、最終的には、新女神転生4、前作で使っていた時よりもブループリントの方がスクリプトとしては優秀でしたので、最終的にスクリプターの方は前作よりもいろんなことができるという感じで、最大工数も全体的には前作のスクリプトよりもだいぶ下がったという感じになります。